羽生結弦選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。得点が出た後は大きな笑顔になりました。今の演技振り返っていかがですか？そうですね、やっぱりルッツの方でちょっとミスをしてしまったので、そこはやっぱり前回の試合とほぼ同じような自分の中ではミスの原因だと思うので、ちょっとそこは悔しいですね。前回と同じように喜ぶということはなかなかできなかったです。その分析としては、その前回と同じということですけども、具体的にどういった点がちょっとまだ感覚としてつかめてないのかなっていうのはありますか？ちょっと軸の取り方が下手くそだなってちょっと思ったので、それをまだ明日ありますし、明日の方が多いのでしっかりと修正しながらできたらいいなというふうに思ってます。4回転トウとトリプルアクセルに関しては本当に見ていて安心感しかないんですけれども、ご自身では飛んでいていかがですか？そうですね、トウループの方は本番の時は良かったんですけども、本番アクセルもトウループも良かったんですけども、オープン加熱でちょっと、降りてるんだけれどもなんか不安があるというような感じのジャンプを飛んでいたので、でもその中でもしっかりと練習は練習、本番は本番というふうに切り替えてできたのは良かったんじゃないかなというふうに思います。全日本に向けては自分が何をしたいのか、何をすべきなのか、それを実行するだけだというふうにおっしゃっていたんですけども、その何をすべきなのかというのは具体的に何でしょうか？全部のジャンプまたは、実際に試合をやらさせていただけるわけなので、その中で試合という中での課題だとか、自分が試合の中でどういうふうなモチベーションでやっていこうということを毎回毎回変えながらやってきているので、いい部分もあったし、今回、ルッツに関してはまだ変えてるんですけれど、まだ足りないということはっきりと分かっているので、そこはしっかりとまた次の試合に向けていい収穫になったなというふうに思ってます。この全日本は今までの全日本とどういったところが違うのか、どういう意気込みがあるのかというのをちょっとお伺いしたいんですけども。いや、特に何も変わらないですね。何もいつもの全日本と変わらないですし、全日本特有の緊張感がありましたし、久しぶりにショートの前に全然笑えなかったので、緊張しました。羽生選手でも緊張するのがやはりこの舞台ですか？全日本はやっぱり緊張します。あと若い選手がたくさん出てきてますよね。そうですね、ショーマン選手の、4回転も非常に綺麗に降りてましたし、ちょっと見れたので、本当にまた明日楽しみにしながら、自分の演技自体もいい演技ができるようにしっかりやっていきたいなと思います。改めてその明日の演技についてどんな演技を見せたいですか？とにかく自分がやりたいことをとにかくしっかりとやる。せっかくこうやってスケートができているからこそ、その幸せだとかスケートができる喜びというものをしっかりとかみしめながら、表現もしていきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。